もっと良くしたいテレビと人の関係。暗すぎです、近すぎです、近暗すぎです。テレビは画面から離れて部屋を明るくしてみましょう。やあみんな、耳寄りな情報をお送りするね。早速見てみよう。スプーン、はい、かご編み、はい、よし成功だ。ボールやくじを取りまくれ。遊び方30種類、コッポンゲームパーティー30。みんな、お友達にも教えてあげてね。それじゃあさよなら。鉄くずの山に何かいますね。鉄くずしか見えませんけど。いやいや、ここにはタイニーがいます。リトルロボットの町があります。町といってもガラクタばかり。壊れてしまえば、はい、それまでよ。みんなで直せばいいんですよ。鉄くずだって役に立ちます。ほら、お月様だって作れちゃいます。スクラップから何かが生まれる。リトルロボット、月曜日から金曜日朝10時、カートゥーンネットワーク。カートゥーンネットワーク11月のおすすめ番組ラインナップ。トミー少年は宇宙人と友達になり、騒動と混乱だらけの共同生活を始める。ペットエイリアン11月5日から。アニメ作家ズデネック・ミレル、芸術と言われる作品を厳選して放送。アート・オブ・ミレル、チェコアニメの世界。11月6日13日20日ウォーターシップダウンという名の希望の丘、そこでたくましく生きるウサギたちの物語。ウォーターシップダウンのウサギたち、11月7日から。 IGPX、 それは時速400キロに達する過酷な格闘レース。カートゥーンネットワークシアター IGPX、 11月12日。さらに強力になる敵、立ち向かうタイタンズ、戦いは激しさを増す。ティーンタイタンズ、11月22日からニューエピソードスタート。他にも楽しい番組いっぱい。カートゥーンネットワーク。この地には3つの村がある。希望の丘、ウォーターシップダウンの村。リーダーヘイズルのもと、個性あふれる面々が力を合わせて生活している。チームワークで困難を乗り越えていく村。崖に面したカウスルップの村。この村には飢えも略奪もない。だが、その豊かさの裏には恐ろしい秘密があった。謎に満ちた危険な村。朽ちかけた大樹の下、エフラファの村。今日我々は敵地に侵攻する。将軍ウーンドウォートの野望、それは世界征服。恐怖と暴力とが支配する村。それぞれの存亡をかけて、今熾烈な争いが始まる。ウォーターシップダウンのウサギたち、月曜日から金曜日午後3時、カートゥーンネットワーク。ティーンタイタンズに新たな敵、さらなる困難が待ち受ける。とっておきの悪事を披露する時が来たのだ。思い通りにはさせない。いつもうまくいくと思うな、ロビン。より強大になる魔の手に苦戦を強いられる。くじけることなく戦い続けよう、タイタンズ。ティーンタイタンズニューエピソード、11月22日放送開始。やあ、私はスーパーヒーローだ。だから他の人間とは少し違う能力を持っている。例えば大きなセイウチにも乗れるし、波も読める。それから水生動物同士テレパシーで通じ合えるんだ。ははとにかくカートゥーンネットワークは私たちみたいなトゥーン仲間にとってはパラダイスなんだ。思う存分活躍できるからね。カートゥーンネットワーク、そこはトゥーンのパラダイス。やあアクアマン。やあフレッド。彼は私よりも休暇をもらってるな。星の数だけペットがおります。ワンちゃん、猫ちゃん、しかし
大事なことは皆同じ。1にしつけ、2にしつけ、3しがなくて5にしつけ。時にこのだらしない宇宙人がどうやって地球人トミーのペットになったかはこちらをご覧ください。では歌ってしつけましょう。お船に灯台が必要なように。テレビって面白い。ペットにはしつけが必要さ。とにかく面積よ。恨まれたりしないさ、愛があれば。いつまでもペットは友達なのさ。しつけきれない宇宙人ペットエイリアン、土曜日と日曜日午後3時、カートゥーンネットワーク。シマウマのマーティー、キリンのメルマン、カバのグロリアは大の仲良し。こんな4頭がひょんなことからマダガスカル島の大自然の中で生きることになるが、快適な生活に慣れきった4頭は自然の中では生きられない。この夏話題をさらった最高の冒険がお茶の間で展開します。キッズのための検索エンジンキッズグーにてマダガスカル DVD を大特集。サイト内にあるアニマックス、カートゥーンネットワーク、キッズステーションのアイコンをクリックして特設ページへアクセスしてみてね。その中にキーワードが隠されているから、それをつなぎ合わせシークレットページを覗いてみよう。楽しいパズルゲームやここでしか見れないペンギン大作戦の特別映像が見れちゃうぞ。さらに DVD をはじめとしたご覧のようなオリジナルグッズをプレゼント。年末年始は大人から子供まで楽しめるマダガスカルを家族みんなで見よう。 DVD とインターネットで夢と冒険の旅へ。さあ君も出発だ。カートゥーンネットワーク衝撃の時間、究極のアクションゾーン、それはトゥナミ。五感を揺さぶるトゥナミラインナップ。サムライジャック、ティーンタイタンズ、ザ・バットマン、火曜日と木曜日のラインナップ。夕方4時30分サムライジャック、5時ティーンタイタンズニューエピソード、5時30分ザ・バットマン。トゥナミ、火曜日と木曜日夕方4時30分から1時間半。オーマン、ダウスウィーッ。クリスマス1000名プレゼントクイズ、サンタは誰？もうすぐクリスマス、カートゥーンのスターたちもあちらこちらでそわそわし始めました。いきなりですがここで問題。この中にサンタの格好をしたスターが1名います。それは誰でしょう？わかったかな？正解を次の名前の中から選んでね。ミュリエル、バブルス、カウ、サンタは誰？答えがわかったらハガキにクイズの答えとご覧の必要事項を記入の上、カートゥーンネットワークに送ってね。インターネットからも応募できるよ。みんな見て、正解者の中から抽選で他では手に入れられないカートゥーンネットワークのスペシャルグッズを999名様に。全国のトイザラスとベビーザラス店舗で利用可能なトイザラスギフトカード10万円相当を1名様にプレゼント。締め切りは12月11日。正解の発表とプレゼントのお届けはクリスマスに。たくさんの応募待ってるよ。12月3日のカートゥーン粘土シアターは、粘土が命を吹き込まれ動き出すプレイアニメーション。あのウォレスとグルミットをはじめアードマンスタジオの作品がシアターにやってくる。動き出したら止まらない、ウォレスとグルミット3作品。チーズがないぞグルミット。大好物はきっと月にあるチーズホリデーと、ウォレスが強盗、ペンギンに気をつけろ、そして綺麗だ
その行為は危険すぎる。ウォレスとグルミット危機一髪。そしてさらに走り出したら止まらない。トナカイロビー2作品。サンタは君を待っている。トナカイロビー炎のランナーと、今神話は現実のものとなる、トナカイロビー2伝説の勇者。以上5作品を上映するカートゥーン年度シアター、ウォレスとグルミット特集、12月3日夜7時。失礼。ギリギリ間に合ったみたいだな。危なかったよ。もう少しでドアが閉まるところだった。どうやら君だけそっちの列みたいだね。待てよ、何かおかしいぞ。その通りよ。ほら座席番号を見て、左右が反対だわ。ちゃんと自分の席に座って。チケットを見てみろ。かなりの長旅になりそうだぞ。分厚いペーパーバッグを買ってきてよかったよ。ああそうだな、ここにある機内紙はその本よりずっと薄いしな。これから分厚い本を買いに行こうか。もう滑走路に向かって走り出してるんだよ。こういう時はすみません、座席におかけになっていてください。お静かに願います。ありがとう。座席を元の位置にお戻しください。旅客機で空を飛ぶなんて楽しそうだね。最高。カートゥーンネットワーク。シールドを持ってくればよかった。スーパーヒーロー大活躍チャンネル。やあみんな、耳寄りな情報をお送りするね。早速見てみよう。ニューヨークの動物園の人気スターたち。マイル&ウェーブボーイズ。ファンのために生きるアレックス。 Thank you very much. 知的でチャーミングなグロリア。 This is the life. 医者と薬が大好きなメルマン。 I'm in heaven. Just doesn't get any better than this, you know? Doesn't it bother you guys that you don't know anything about life outside this zoo? Nuh-uh. Nope. 好奇心旺盛なマーティ。What are you guys doing? We're going to the wild. You can actually go there? You didn't see anything. It's Marty. He's gone. Gone? Ah, we gotta go after him. This isn't a field trip. Don't you ever do this again. Order fire! You've been ratted out, boys.Madagascar. Cute and cuddly, boys. Cute and cuddly. みんな、お友達にも教えてあげてね。それじゃあ、さよなら。日本の暮らしはどうだい？カートゥーンネットワーク。奥さんは誰にも相談できずに困ってるってわけ。では参りますか。奥さん、うん、ご結婚されてから長いこと経って、可愛いお子さんが2人もいらっしゃる。そこで旦那さんに一言。あ、父ちゃん、あんたはいい人なんだけどさ、ただ時々うるさい。何考えてんだか、よくわからん時があるんだよね。なんだよ母ちゃん、僕はわかるよ。父ちゃんうるさいわよ、いつも父ちゃんの味方ばっかり。あんたらは黙ってな、人前で見てもないよ。ごめんよ。家族崩壊寸前ってやつ、ありがちな悩みだ。どなたか意見のある方いませんか？結婚して幸せな人どうぞ。父ちゃんに言いたいことがある。あんたは男前なんだから、もっと分かってくれる女を見つけなよ。余計なお世話だ。わしの気持ちなんてあんたらには分からん。母ちゃんのことは母ちゃんのことはな。聞いてもいいですか？え、教えてやる。おお、愛してるよ母ちゃん。許して父ちゃん、あたいがバカだったよ。
スティーブン・スピルバーグのトゥーン・シルバニア、カートゥーン・ネットワークでこの後すぐ。やあみんな、僕はブルー、親友のマックを紹介するね。やあブルー。マックがとっても優れた想像力で僕を考え出してくれたんだよ。他にも仲間がたくさんいる。見て、靴下とリストバンドがお揃い。それに、ほら恥ずかしい、見ないで。わー、それに全員イマジナリーフレンドなんだ。みんな揃ってこのでっかいホームに住んでる。僕らイマジナリーフレンドが仲良く暮らすフォスターズホーム。フォスターズホーム、月曜日から金曜日夜7時。この友情は想像じゃない。カートゥーンネットワーク。スティーブン・スピルバーグのトゥーン・シルバニア、カートゥーンネットワークでまだまだ続く。喋れる犬なんだ。喋れる犬としては犬たちを代表して言わなきゃならないことがあるんだ。僕たち喋れる犬が言いたいのは、カートゥーンネットワークは僕たち喋れる犬にとってはパラダイスだってこと。いつも喋らせてくれてありがとう。君は犬とは言えないんじゃない。カートゥーンネットワーク、そこはトゥーンのパラダイス。本当？バーグのトゥーンシルバニア、カートゥーンネットワークでまだまだ続く。僕の名前はブルーだよ。それじゃあ僕のことを知ってもらうためにこれを見て。僕は臭いんだ。ブルーは腰抜けだ。マックは話しやがれ。脳みそが足りないよね。なんだよ変なとこ。マッカフォスターズホーム、月曜日から金曜日夜7時。この友情は想像じゃない。カートゥーンネットワーク。マッサージは気持ちいいよな。ああ、私は綿棒派なんだ。頼んだる。死神の風上にも置けない。熱行しろ。これを読んで。これは死神に伝わる復活の呪文。そうか思い出したぞ。私はクリム、暗黒の貴公子だ。人間どもよ我にひれ。あの光の向こうを覗くんだ。死神の誇りを取り戻す答えがある。あ担いだな。ありがとう、ありがとう。初めてだよこんなマヌケ。世界中の笑われにハートになった。どうやら間に合ったみたいだな。もう時間がない。すぐに映画が始まっちゃうよ。ここに座ろう。一列にな。ちょっと待てよ、何か足りない。そうそう、始まる前にポップコーンを買ってこなきゃ。ここで待ってろ。私が売店に行ってみんなの分のポップコーンを買ってきてやろう。運よくちょうど5ドル札を持っているからな。待って、5ドルじゃ全員分のポップコーンは買えないでしょ。そうだな。じゃあみんなから5ドルずつ集めて買ってきて、ポップコーンとお釣りを配ったらどうだ。これから5ドルずつ集めるったってそんな時間ないだろう。もう映画が始まる。そうだよ、オープニングが始まっちゃってるよ。誰か20ドルで買いに行ってきて。20ドル待てよ、飲み物は。そうだよ、飲み物はいるわ。カートゥーンネットワーク。動けない、足が床に突き刺さった。スーパーヒーロー大活躍チャンネル。
こい猫。1958年から74年、83年、そして先週火曜日も。こら待て、おら僕らに近づけないようにしてやろうか。どうやるの。私の依頼人をあなたは1958年から来る日も来る日も不当に追い回しましたね。ちょっと待って、毎日追っかけたのがいけなかったの。当たり前だ。言うなよ。被告人ミスタージンクスにここで判決を言い渡す。これをつけている間、ピクシーとディクシーの半径1メートル以内に近づくことを禁ずる。ということは1メートル半ならいいんだ。お前たちに近寄りすぎちゃダメなんだよな。これぐらいは。ダメ。わあ、これなんか間違ってない。1メートルはない。これをつけている間、ピクシーとディクシーの半径1メートル以内に近づくことを禁ずる。足。よし。これからも追っかけ回してやるぞ。レディース&ジェントルメン、ココをご紹介しましょう。ココ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 、ありがとう。ココ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 、はココア、そんなの飲みたくない。ココココ、言葉巧みだね。フォスターズホーム、月曜日から金曜日夜7時。この友情は想像じゃない。コココココココ。オーマイダーリン、オーマイダーリン、オーマイダーリン、ジョーリン。おお、4
4。ガーフィールドと仲間たち、カートゥーンネットワークでこの後すぐ。ああ、もう素敵なプレゼントいっぱい。急いで準備しなきゃ。みんなで喜ぶ顔が見たいな。クリスマス1000名プレゼントクイズ、サンタは誰？ただいまプレゼント準備中。カートゥーンネットワーク。ガーフィールドと仲間たち、カートゥーンネットワークでまだまだ続くよ。おなじみパワーパフガールズの携帯サイトで楽しいプレゼントいっぱいのキャンペーン実施中。ガールズたちのクリスマスボイスやクリスマスカードを手に入れよう。メリークリスマス。メールだよ。プレゼントには他では絶対に買えないレアグッズもあるよ。あ、それいいなと思ったあなたは早速ゲット。今すぐ ppgfan.com にアクセス。ガールズの携帯サイトでメリークリスマス。あんなところこんなところ、あっちの町こっちの町、ただいま全国的にトムジェリー模様です。あんまり人気があるんで、今までよりもさらに可愛くなってしまいました。小回りの利くボディでさらに加速する追いかけバトル、これまで以上の大攻防を展開します。トムとジェリーキッズ、土曜日と日曜日の夕方5時30分、カートゥーンネットワーク。カートゥーンネットワーク .co.jp 来るたびに新たな発見、目が離せないホームページ、それがカートゥーン、カートゥーンネットワーク .co.jp。 今月のおすすめはこれ。どんどんアクセスしよう。カートゥーンネットワーク .co.jp。 Oh, my God.